どうも、バーンです。こちら自作ラジコン飛行機1号機のランディングギアなんですけれども、これにサスペンションを取り付けようというふうに思います。方針としてはこのピアノ線をこれに変えようというふうに思います。これね、ちょっと部品庫を漁ってたら出てきたんですね。で、これね、引っ張り強度は、まあまあ強いんですよね。なんですけれども、これビヨーンって伸ばして、で、こことここにかけたったらもうそれでええかなって、ちょっと思ってるんですよね。まあ、ダメ元で、ちょっと一遍やってみようかなというふうに思うわけですね。さて、どうしたもんか。もし、うまくいかなかったら、ピアノ線もちょっと無駄になるかなと。まあ、ピアノ線の、ちょっとぐらい無駄になっても、まあ、一遍やってみましょう。やっぱりね、このダイレクトにね、こう、着地の振動が伝わるんで、機体に良くないんですよね。で、他の、市販のラジコンとかを見てたらですね、こことここ、こことここを結んで、で、サスペンションにしているっていう事例がありますね。なぜかというと、こう着陸した時にここに、なんか石ころでもあったらゴツンってなるからだと思うんですよ。ここの空間を確保するっていう意味で、まあ、実際の、本物の飛行機もこうなってます。なんですけども、機体重量の増量を考えてしまうと、このやり方ではなくて、まあ、いつも僕が飛ばしているところに関しては、ここにサスペンションがあったら、まあ、それでいいのかなというふうに思ってますね。とりあえず、ちょっと、実験要素は強いんですけども、とりあえず、改造していってみます。はい、どうもです。見た目がね、いまいちですね。どうなんだ、これは。ってなとこなんですけども、まあ、目的としてはね、達成されてるんですよ。ドスンと落ちたときに、衝撃が吸収されます。まあ、一遍これでね、着陸をしてみようというふうに思いますね。はい。テストが楽しみです。ではでは。